お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのスケラフリーズデッキやっていきたいなと思います。でこちらのデッキですね、このマザネクの枠が、まあ、よくアイスウィザードだったり、まあ、なんかベビドラがねたまにエレキになったりと、まあ変わってはいるものの、めちゃくちゃこう昔から使われてる、有名なテンプレのスケラフリーズデッキですねの、それのマザネクバージョンが今ね、使われてますと。まあ、いうわけで、今日はね、これで、まあ、グラチャレ12勝目指してやっていきたいと思います。で、まあ、マザネクになったから、まあ、防衛力は気持ち、前よりは落ちますよね。てか、前がね、やっぱ、アイスイズボーラー、ベビドラインドラで、トルネ、フリーズもあって、マジで防衛だけは強い、みたいな。まあ、攻めももちろん強いんですよね。攻めも強いんですけど、防衛バカ強かったので、まあアイスイズがマザネクになったぐらいで、まあまあまあ言うてね、今まで通り防衛力もあって、なんならマザネクになったことによってよりカウンター力がねちょっと上がったのかなというわけで、そうやっていきます。でマザネクになったことで一つ気をつけないといけないのが、マザネクが作った豚によってトルネードでキング起動される可能性があります。なので簡単にキング起動されてしまうと、もうスケラマジで入らなくなるので、そこだけ気をつけたい。で、まあ、ボーラーとかもね、結構こう、トリトンでキング起動とか、バルキリーだってトルネでキング起動、ベビドラもですね、されたりあるので、まあ、スケラデッキは基本的に、相手のキング起動をされないように気をつけていきたいですよね。やべ。相手のこの、追加ベビドラが結構いいですね。あ、ベビドラじゃない、追加ホバーが厄介でしたね。ベビドラ合わせないといけなくてっていう感じですが、このマザネクがいいですね。で、今回相手がトルネがないのが、まあ、救いっちゃ救い。これ、スケル打ったらちょっとうざい気がするんですよ。どうだろうな。あー、タルババ、最悪だ。ごっつい。あー、ごっついのいたな。これ、豚が来る量が多すぎるんだ、これが。ね。で、逆サイローフグはうまいですね。まあ、これはね、新エタイローフグデッキ、マザネク型、はね、まあ、いるんですけど、そこまでいないんですよね。やっぱ有名なのが LSP ザッピーホバリング型なので、まあ、そっちの方だと思ってスケラ打ったら、バカカウンター受けちゃったっていう感じですね。まあ、なので、マザネクいると、ちょっとだけスケラ打ちにくいですが、まあ、タイミングしっかり狙ってね、まあ、フリーズと合わせて攻めていければ、まあ、全然いけるとは思うんですよね。さあ、で、ここはね、まあ、一旦耐えます。一旦耐えるんですが、マザネクはファイブ打たれちゃうので、ファイブ打たれたくないサイドに出していきます。さあ、まああとは耐えます。いや、もう耐えまくればでも逆にっていうか全然あるんでね、僕は。よし、さあマジで耐えます。なんなら左側無視でもいけそうだけど、ザッピー来たからバルキリーだけ出して、これ結構うざくない？普通にボーラーいるしさ、スケル打っていけするな。打ってマザネクにフリーズだね。速攻フリーズで、うわ、トレバー押さえた。ワンチャル、マジでワンチャル。トレバー押さえて、ベビーも入る。マジである、マジである。ボーラーが入る。で、右サイド、ボーラーと取るね。ボーラー、ボーラー、ダブル、ダブルボーラー。コロコロコロ、ナイス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 。え？来た来た来た。おい、ナイス。相手、端前でね、タルババ使ってたの、ラッキーでしたね。フリーズだって分かんなかったことはないと思うんですけど、まあ、ラッキーですね。フリーズ咲いて、ザッピー、ホバリングで LSP の枠がマザネクになってるので、まあ、LSP がいない分こう一体一体がねちょっと重たいので、スケラのタイムアップフリーズされてしまうとっていうので、まあ、一撃ですね。よろしく。まあ、そんな感じでね、まあ、マザネクは結構ねやっぱりファイブデッキも多いのでファイブで行かれちゃうんですけど、まあ、マザネク行かれたとってドラドラスケラが通りますので、でもし相手がねポイズンとか、まあ、そういった感じだったらよりマザネクが生きてきますよって感じなんですが、今の環境ね、ポイズンいないっすね。本当にいないっすね。だってスケラデッキは基本ポイズンだったのが、それもスケラデッキは最近だと当たり前にファイボデッキとかいたりとかでも、ポイズンがマジでいないね。ディガポイとかもいないっすね。で、ロイホグまた来ちゃったな。そんなにいるデッキでもないんだけどな、今、ロイホグ。メガナイトロイホグか、新エタイロイホグか、高回転のハンターデリバリースケーレスピーみたいなのもあるんですけど、まあ、ホバリング来たら、さっきのデッキかな。2連続、このデッキ来るはなかなかないけど、あー、で、今回 LSP でしたね。まあ、LSP だと、マザネクがいないので、スケラは打ちやすいですね。さっきよりは間違いなく打ちやすいです。
まあ、ですがタルババとそしてエレスピがあるのでスケラ自体が単純にね、通りにくいですね。まあ、なのでできるだけこう僕は攻めるというよりかはもう耐えて耐えて耐えてカウンターでねワンパンしていきたい。これ結構美味しいと思うんですよね。でこのインドラはホバリングに当てたいんですね。8枚でもしホバリング当ててき出してきたらそれに当てたいなと思って出してないんですけど、まあ、いいえ打っちゃいます。インド出してこれで親衛隊を出さなきゃ。結構きつくなりませんか、お主お主。これさよならそれ。いやーいらんかったなこの。あーめちゃくちゃ綺麗に防衛されて僕の攻めもひどかったなこれね後ろの助がねやっぱ相手の LSP によってねほとんど消えちゃってるんですよね。いい受けされましたね。さあま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 あ、お互いダメージを通すのが難しい試合って感じかな。さあまあ僕はもう本当に後ろから出して出して出して守って守って守ってでいきたいですよね。相手のホバリングはまあトルネ使ってもいいと思いますね。トルネ使ってでも剥がしたいですね手前に。なんなら親衛隊とかやってくんねえのかな。うん、ファイボとか。さあここで溶かしてあげますね。溶かしてあげますね。全然溶けてねえけどな。でもこれボーラーいるから逆サイ来ても大丈夫で、スケラ打ちます。スケラ打つだけ多分相手もねそこまで結構きつい方だと思うんですね。打たれるだけでタルババなのでスケラの位置をちょっといじってね、うん、まあまあできるだけダメージを抑えていきます。ファイブ打たれる。これいい感じのカウンターがなってるんですよ。これどっち行くか悩むな。まあなんとなく右、別に左でもいいと思うんですけど、それは本当にもうその時の。おこ待って、インドラがインドラがインドラが世界変えれる。来た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 。エリスピさっき使ったんですよ。おい来た。ファイブもね間に合わない。まあこれもねこのデッキの強みですね。例えばですけど僕は毎回スケラで攻めてスケラにフリーズを打ってますが、まあ、ユニットがね結構こう残るデッキなので左側にバルキリー、右側にまあインドラさっきみたいにねいたら、まあバルキリー側にスケラを打ったとして単体インドラとかがこう行くわけじゃないですか相手に。で相手は頑張ってねスケラを防衛すると思うんですが、そのタイミングでスケラ側ではなく逆サイのインドラに、タワーにねフリーズを打ってミリ残りインドラフリーズで、まあ、タワーを折り切るとか、まあ、そういったねことも意外とありますとか結構あります。相手からしたらやっぱスケラにね視線が行っててそっちに防衛コースを使って、まあ、インドラなんかもう気にしないんですよ。ミリ残りのインドラなんかタワーがなんかとかやってくれるとか、まあ、そんな感じになるので意外とねインドラフリーズもよく刺さります。さあ来たー、よろしく山田、山田くんね。お名前出た、強爆コントンなんちゃらクラブ。これなんか電車クラブとかだったらスパーキーレイジとかなんかあるんですよね。溶岩なんちゃらとかだったらラバーハウントとかいろいろあるんですけど、何何のデッキ、なんかブラックマジシャンみたいな出てきそうな名前してるんですけど何のデッキだろうなこれ。混沌刹那みたいな、いやわかんねえ、全然ヒントになってねえんだよな。まあ基本的にはこう形を組むデッキだと思うんですよ。そうこういう感じのね高回転デッキは見たことないので、まあ相手待ってもいるんでね、まあゴレとかまあその辺が安牌になってくるんじゃないかなと思うんだけどね。ゴレらしい名前ではないですよね。タルババなんだろう、まあ、エレジャイはまあまあママタルババか。もしかして3連チャン親衛隊ローフグ、いやさすがにないと思うんだよな。え本気で言ってる、もしかしてそんなことあるんすかもしかして、ま、いやでもいやたら小屋小屋とかそういう系の可能性もまだあるんですよね。でももしかしたら本当に3連チャンやば、ちょっと待って3連チャンやばいっすよねそんなに強いのか今で。マザネク型でしたね。で今回今マザネク使ったよな今ってことはチャンスで、ベビドラとかも追加してあげたら単純にこのベビドラを受けるのも相手はしんどいですね。あフリーズしてあげてえけど、フリーズしたらすげえカウンター来る気がするけどな下を。おタワーに当たってね。ってことはこのフリーズは僕絶対ダメでしたね。
なぜならこれすんごい抜くるっす、右側。でも2倍タイム入ったんでいいんですけど、相手もうまいですね。この防衛される逆サイドに攻めて、ロイフグをね、なんかまとめてね、防衛されないようにしてるっす。いや、いい受けだな。まあでも僕これもう一回防衛かな。一回守ります。一回守れ、守ればもう一回スケラフリーズするだけで勝てるんですよね。まあでも守れるかっていうところですよね、本当に大事なのは。さあ相手は右に今ファイブを打ってきますよね。でこれは美味しい、これはマジでボーラーとなんならバルキリーも組み合わせていい気がするな。よしよし、熱い。これね、相手もしファイブ打っても追加のマザネクだったりいろいろねきついと思うんですね。熱い。ファイブも打ちにくいぞ。でここ相手端前ユニット対決うまいな、端前ユニット対決うまいな。でも俺もこの攻め取るのがちょっといい感じじゃない？ちょっとだけね。OKOKOK。いい。耐えろ。いや、マジで激アツすぎる。普通に激アツ。で、もう一回盛ります。OKOK。相手は、やべ、来ると思って高めのホバリングとかしてますね。これ相手来るとしたら逆サイロイフグとかだと思ったけど。そう。これはもうね、片サイドボーラー、片サイドバルキリー、鉄壁。OK。もうスケラフリーズ。あ、待って、相手97とかよ。ミリすぎん？気づけばミリ。さあフリーズしてあげて、トルネもねいい感じに使ってあげて、まあトルネなくてもよかったんですけどね。さあグッドゲームというわけで、待って新鋭隊ロイフグもういいわ、さすがにもういいな。うん、すごいっすね、こんなにいるかっていうぐらい同じデッキいるんで、多分グラチャレ勝ちやすいのかな。でも今グラチャレの勝率ね、1位が枯渇、2位が何だったかな、まあ、スパーキーとか、まあなんかそんな感じとかだったんですよ。で、まあこのデッキもちょっとランクインしててぐらいの感覚で、新エーターローグ、そんな上にいた記憶はないんですけど、まあ使いやすいですからね。使いやすいし、結構安定して勝てるし、まあ僕もよく使うので、おすすめではあるものの、そんないるかっていうぐらいいる。さあどうせならね、なんか、この後もね、4連チャン。対戦相手同じとかだったら、まあなんかすごいっすけど、今までなかったっすね。さすがにないと思うんですよ。動画内で対戦相手全部同じデッキっていう。ね。なんかビンゴっすよ。大当たりっすよ。なんかもらえるのかなっていう。やばい。4連チャン新エタルグ。まあ相性いいんでね。これマジでゴミ相性だったら最悪っすよね。絶対勝てねえような相性をずっと引いたらさすがに悩ますけど、まあ今んとこね、新エタルグが片サイドボーラー、片サイドバルキリー、で、まあ、ホバリングとかめんどかったら、自陣側にね、トルネで引っ張って、タワーが攻撃届く距離に、自らね、引き寄せてあげたりとかすれば、まあまあ、事故とかもなくなると思うので、シンドラグもう一回来ねえかな。本当に来たらやばいよな。お、いや、ワンチャンいそうだよな。新エイタイロイフグっぽい顔してるけど、枯渇っぽい顔もしてんだよな。さあ。ゴボウリ来たらね、結構熱いっすよ。50% あります。50% ぐらい。あー、取れる。言うのか。まあ、陸で攻める神技デッキ、今だと一応枯渇と、まあ、ペッカ。な、もうさっきまでの連チャンがもう 100% なくなりました。もうそれが辛い。新エタロフが 100% なくなったのが辛いですね。さあ、相手はペッカ交渉ですね。あ、違う、神技デッキですね。これは、エリババと、あと、まあ、マジアチャエレキ、マザネクのうちの2枚が入ってて、ファイボがあるかどうかみたいな、そんな感じのデッキだと思います。これ、あんまり陸、本当は避けたくねえよな。なので、ちょっとここね、ダメージ受けちゃうんですけど、ちょっと許容しちゃいます。今のはね、その、ボーラ出してもよかったんですけど、出しちゃうと、相手陣地にエレキが残ってる状態で、ボーラーとインドラ美味しくいただかれる感じになったんですよね。で、カウンターが多分きついなと思ったので、そうしたんですけど、そうしたのはいいものの、僕も普通にもうすでにきついっていう。いや、マジカーチャー、やべえな。これちょっと、おしゃれトルネで。いや、いい。あ、でも相手の防衛もうめえな。そんなに守れるかっていうぐらい守られてますね。さあ、で、マジアチャとエレキでしたね。まあ、マサネクいないのは救いではあるが、相手の陸がやべえな。陸これ勝てねえかな、もしかして低めで出しちゃうかった。やべ
やべ、待って、陸がね、ちょっと待ってよ。キング起動したんですよね。序盤にキング起動したのがでかいから耐えれる。で、相手が、これ、ファイボがある方なのかな、ない方なのかな、どっちやろ。いや、これはね、勝ちたいっちゃ勝ちたいけど、渋いっすよね。渋すぎるんだよな。陸が足んないっすよね。で、エレキとマジアチャを相手は後出しできるんですよね、僕のユニットに。さあ、まあ、一応マジアチャ、右サイド、左か。切り替えだけしときたかったけど。まあ、なんとかね。さあ、ここ、ファイボが来るかな？ファイボが、うん。さあ、まあ、フリーズとかしてもいい気がするんですよね。ベビドラが最強です。いや、マジで。いや、マジで耐えればあるんですね。耐えればあるんですけど。問題は相手のマジアチを警戒しないといけないのが辛い。で、ここにコスト使わせて、こっちですよね、相手は。いや、いいね。いや、いい。逆に？え、待って。あれ、買ってくれ、これ。待って。フリーズ押し。ママ。あ、ママ攻撃やめた。バカ。マジである。で、髪取りにします。うわー、相手のいい。あ、これ逆サイユニット来て終わる。いやー、まだ耐える。気合で。死ぬ気で耐えろ。あ。いやー、やったな。髪取るねしますじゃねえな。髪取るね、じゃなかったな。真逆。ゴミ取るね。いやー、取るね、あれ、しなかったら、あれ、トルネオせずに、もう一回耐えてればワンチャンあったかな。いや、いけると思ったんですよね。いけると思ったけど、エリキにめっちゃ仕事されたな。あと、相手のユーノの位置も良かったですね、端前に。ボーラーエリキを吸って、いい感じに石転がしてやろうと思ったんですけどね。さあ、これ勝てば12勝。さすがに勝ちたいな。よろしく。シンタレオが来ねえかな。さすがに。相手待ってんな。ゴレラバ、エリジャイ。で、このスキャラデッキは、この、1枚1枚が重たいんですよ。ほんと4コス4コス、まあ5コスとかしかないんですよね。トルネ以外。まあだから、基本的には自分から動かなくていいです。自分から動いてしまうと、逆サイ攻められて、そのユニットを、まあキング起動だったり、なんかもう、両サイに振られまくってついていけなくなるんですよね。1枚1枚が重たいから。だからまあさっきの試合も多分僕はちょっと動きすぎたのもあるかもしれないですね。なので本当に相手のユニ、うん？なんか言葉が喋れてねえんだよな。相手のユニットに合わせるだけでいいです。なんか出してきたらそれに対してバルキリーとベビドラ相性が良さそうな方を今合わせてあげる。を繰り返していって後半から、まあ2倍タイムからが本番だと思ってもらえればいいですね。なのであんま序盤はスキャラ打たない方がいいんですよ。打てば打つほどピンチになります。相手のカウンターを守るのが基本的にコストがやっぱスクラ打ってしまうと少ししかないので、1枚とかしか出せないんですよ、防衛で。で、攻めたカウンターでワンパンされて、うわ、全然勝てねえやんってなるのがスクラデッキなので、スクラデッキは基本的にはね、攻めません。上手い人はスクラ打つ回数がめっちゃ少ないです。数回しか打ちません。まあ、あと打つタイミングとかもありますけどね。さあ。なんだろうなぁ。まあ、待ってきたってことはもうゴレラバエレジャイ。ゴレラバレジェイとか、まあ、ランバーバルーンとか、スキャラフリーズとか、まあ、クマレにスパーキーとか、まあ、ありますけど、ロイとかないですよね。さあ、まあ、これはシエタイロフがリーチかかってるけど、エレジャイの可能性の方が高い気がするっすね。そうですよね。さあ、これ、一回盛ります。正直、ライトニングと攻めトルネをされると、もうボコボコにされちゃうんですけど、まあ、インドラが頑張れます。あとは防衛フリーズですね。ここで全部固めてあげて、範囲で縛いてもらって。で、これ多分トルネアされるのかな？あ、トルネア使ったのか。わ、ってことは？めちゃくちゃカウンターのチャンスですね、これは。で、マザネク追加してあげたいんだけど、ライトニングされるよなーとか思いながら。さあ、いい防衛ですね、相手の。アイスイズベビドラ、施設。いや、めちゃくちゃいい防衛されたな。さあ、一旦耐えます。で、相手は、もしかしたらここにライトニング打ってくる。うん、打ってくる。で、ちょっとダメージを稼ぎに来ますよね、こうやって。
まあ、僕はインドラが刺さるので、まあ、インドラスキラとかをちょっと狙いつつ、まあ、ぶっちゃけカウンターでもいい気がするけど、これ普通に狙っていい気がするな。でフリーズするだけで相手はきついと思うんですよ。僕もいや言うてか全然だったな。これ多分インドラじゃなくてベビドラスキラとかでインドラ防衛に使ったらよかったですね。で相手のこの逆サイダックプレーはめちゃくちゃうまくてね。いや待ってよエレジャイ、いやワンチャルワンチャル、マジであるマジであるマジである、全然あるっすね。でここでいや一回ベビーだけでいかないです。あと370一旦耐えます。一旦耐えてもう一回スケラフリーズ組んで勝ちたいな。いやこれ相性いいと思うんです。僕は相性いいと思うんだけどな。いやマジでワンチャンあるんですよ。ワンチャンしかないっす。いやマジでワン、おーい相手のインって優秀すぎん。いやワンチャンマジか。あー余裕で12勝できると思ってましたね。負けちゃったなエリジャイ。途中のなんだろうな、めっちゃ簡単受けちゃったっすよねエリジャイ。僕が攻め欲がちょっと高すぎちゃった。逆サイインドラスキャラも相手インドラ受けがねきついのでめちゃくちゃいいなと思ったんですけども、綺麗にね折り使われてね守られてたので、もっとおとなしくインドラを防衛に使っとけば相手がね攻めトルネードとか、ライトニングとか打ってくれて、そのカウンターでね攻めれたのかなと思います。というわけでもっとね守りましょう皆さん攻めすぎるとねやられちまいますが、めちゃくちゃね、強いのでぜひ皆さんも使ってみてくださいというわけでおります。よければチャンネル登録高評価ねコメントともよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。